こんにちは、チョメです。今日はグローバルギアさんのゴッチャンっていうゲームをね、ちょっと遊んでみようと思います。始まりました。暇そうな坊ややをちょっとだけハッピーにしてあげよう。気になる場所をタッチ、いろいろ調べてみよう。じゃあテレビとか調べてみる？反応しない。枕をタップしろって言われたから枕をタップしました。すると枕が落ちましたね。枕っていうかこのクッションか。でテレビのリモコンをゲット。アイテムは使いたい場所までスワイプしましょう。じゃあちょっとぼっちゃんに渡してみるか。お、野球好きなのか、子供の時から。いや、ヒマレンジャーか子供ってこういう戦隊系好きだよね。しかも女の子も。女の子は何て呼べばいいんだろう。ぼっちゃんじゃなくてぼっちゃん。タップで始める。今のがチュートリアルですね。簡単な。つまんないテレビ。じゃあ2日目やっていこう。レアな落とし物。すごく可愛いね。これそのまま拾うことってできないのかな。なんかカラスもいるんだよね。取られちゃうかななんかそんな気がしたよ。じゃあやっていこう。なんか木の下は揺れてんだけど、これなんだろう。あ、猫ちゃんか。可愛いね。今日私庭で猫見たんですよ。でこれで拾うってことか。ほんと可愛いよね。毛並みもすごく良かったよね。こっち向いて。なんかね、成功した後カットとかしてるんだけど、あまり気にしないでください。広告が真ん中に現れるんですけど、ちょっと変な広告があるからね、カットしてますね。いい、普通の広告だったら別にいいんだけど。これでなんかつなげるとかできるのかな。いや、できないのか。まず坊ちゃんにもた、あ、ダメ、それダメダメ。はい。いや、びっくりしちゃったよ。これロープは。ロープで投げてもダメ。これ重ねられると思うんだけどね。まだ必要なものがあるのかな。ライオンとかタップしたら、たぶん、カツラが取れたんだけど。で、これで、あ、3つ合わせて、こんな感じか。で、これでなんか、ライオンを向かせるみたいな感じなのかな。猫科だからな。みんな集まってきた。かわいい。風呂上がりの一杯。これ昔のゲームなんだけどね。お金を取るみたいな感じ。肩叩き券。お、これで肩を叩いてあげるみたいな感じか。はい、どうぞ。多分ね、今100円持ってるんだけど、お金が足りないんだと思うんだよね。100円じゃ買えない。昔は100円で買えたらしいよ。あれ？あ、10円がゲットできた。110円なのかな、多分。熱々コーンポタージュ。いちご牛乳。120円か。あと10円。どっかから手に入れないといけない。お風呂の中とかはない。あ、頭の上見てなんかあるよこれで120円か。よし、じゃあ入れるか。こんな感じに。うまくできてる。じゃあいちご牛乳。はい。他の頼んだ時どうなるのかっていうのもちょっと見てみたいよね。いや、よかった。あ、この広告は大丈夫だわ。だから本来ならさっきみたいな感じで成功とかが出るんだよね。失敗した感じも見せましょうか。青汁。青汁飲めるの？坊ちゃん。まあ、真ん中の選択肢は皆さんダウンロードインストールして遊んでみてください。教員。まあ、これも微妙な広告だけど、まあ、大丈夫でしょ、これは。じゃあ次のステージ行くか。ママはどれ？5日目ですね。なんか消えかかってる。幽霊のママとか、いろいろいる。左、マッチョなママとか。これね、左は幽霊でしょ？で、右がなんかゾンビじゃない。なんか色が全然違うんだよね。で、真ん中はなんかお腹のところが怪しい。だから一番左のママじゃないのかな？当たったと思うんだけど。あ、よかった。他の選んだらどうなるのかっていうのも気になるけどね。6日目、抽選会。回してみる？はい、からポン渡します。1回。白だ。ティッシュもらった。はい、2回。3回。これ多分当たらないんだよな。風船の中見て、なんか抽選券みたいのが入ってるからさ。多分この風船を割るんだと思うんだけどね。なんで割れるかがわかんないけど。白だ。いろいろタップしてみるか。ティッシュ。おお、なんか画鋲みたいなのが手に入った。この右下のところですね。で、これで割りましょうか。
だから4回目で当たるんだと思うんだよね。お、なんか女の子も来たと。よーし。振るよ。1回。いや、もういい。このくだりはいいです。ティッシュのくだりは。さっき見たから。で、3回目。さあ、最後ですよ。1等が当たるか、2等が当たるか。私は2等が当たったら嬉しいな、ゲームだから。さあ、どっちが当たった？ 2 等かな？赤ってことは。ああ、やったー。まあ、子供は2等の方が嬉しいよね。1等より。大抽選会でしたね。あ、よかった。広告がやっとまともになった。これ表示できるね。泣き止んで。プリン食べられちゃったのかな？すっごい泣いてるね。右ほら見て、プリン2つも食べたの？冷蔵庫の中とかはないの？あ、上あるプリンが。あ、卵落としちゃった。ダメだな。だから、なんとかしないといけないのか。じゃあ、リトライです。右上から開けてみる？上開けて、取ってあげよう、私が。こんな感じに。椅子をタップしたからダメなんだ。はい、どうぞ。スプーンがないのかな？開けれないのか、今度は。うん、これもなんとかしないといけないね。面白いね、これ。難しくなってきたよ。じゃあ、まずこれ、プリンは取るでしょ？あ、閉じたりできるんだ。下は開かない。花瓶とかは特になんもない。左の、お、うさぎのぬいぐるみもゲットできた。はい、お父さん。うさぎのぬいぐるみ渡したら、あ、これダメだよね。そうなっちゃうよな、花瓶とかも。これ難しいよ、めっちゃ。はい、リトライ。なんか全種類ちょっと解放しちゃうかもしんないけど。これお父さんに渡すのかな？開けなさい、お父さん。ちゃんと。で、これで、渡したらクリアみたいな感じか。子供に渡さないでね。なんか一発でクリアできそうだったな。何回もミスっちゃった。8日目。ふーして。これ7歳ってことなのかな？なんかめちゃめちゃ美味しそうなのがいっぱいあるよ。これは？なんかお皿みたいなのゲットできたんだけど。カメラとかいろいろある。ね、あの、うさぎちゃんも普通に、あ、なってる。あ、これか。窓を閉じてやるみたいな感じなのかな？で、なんか冠みたいなやつ。これも取れたよ。クラッカーか。クラッカーが破れてる、これ。お父さんの。だからお父さんにこのクラッカーを与えないといけない。で、この子供にあげるのか、この。多分、この女の子に渡すんだよ。で、お母さん、大丈夫かな？これでスタートすれば、OK だと思うんだけど。はい、窓も閉めたし。消えた。はい。写真も撮れた。失敗したらどうなるんだろうね。それも気になるけど。はい。砂のお城。海かと思ったけど。これを真似して作るみたいな感じか。シャベルだけで足りるか、これ。じゃあ、ちょっと渡してみる。上に上げて、上に上げて。水で固めたりとかするんじゃないの、後ろ。弁当も気になるけど。いや、止まっちゃったな。なんか他にタップするのか。あ、この旗みたいなのここで手に入った。立ててあげよう。はい。なんか全然違うけどな。やっぱりそうだよね。水とかかけたりとかするんだ。あ、バケツがあるじゃん、多分。今見ました。滑り台の下。ここになんかバケツがある。で、これで、組むんだと思うんだよ。で、これで、固めるみたいな感じなんだと思う。で、まず、このシャベルで、はい、やって、その後に、上に上がった後に、水。はい、どうぞ。かけて、固めて、粘土みたいにして、おお、いいね。お城みたいになってきた。もっと頑張って。で、これを取って、大丈夫。固まってるから多分大丈夫だと思うんだけど、渡す。うお、びっくりした。いきなりなんか、覚醒したんだけど。めっちゃ綺麗なお城ができた。すごいね。なんか短い CM 変なのを入れるのやめてほしい。免許改伝。まあ、自動的に入るんだと思うんだけどね。おー、ちょっと待って待って、勝手に始まっちゃったんだけど。大丈夫？あ、いけた？いや、ぶつかっちゃうよな。ちょっと CM の話してたら、坊ちゃんが大変なことになっちゃったな。あ、これは大丈夫なんだよね。じゃあ、ちょっと、いろいろタップしよっか。後ろとかなのかな？何なんだろう。お父さんタップしたら離れちゃう。あ、こんな感じにコントロールするってことか。お父さんをタップして離したら、こんな感じになる。お、おー、見つからんようになって。あ、怒られちゃった。なるほど。坊ちゃんが後ろ向いたら、話すみたいな感じだと思う。ちょっとわからないので、ヒントを
見ました。グラグラしてる時は話さないでって。話してたからダメなんだよね。最初のグラグラしてるやつ。だからリトライしてみるか。だからこのグラグラしてる時は話さない。で、グラグラが止まったら話すみたいな感じかな。あー、ごめん、話しちゃった。あ、この固定されたら多分話すんだよね。ずっと思ってたらこんな感じで。あ、大丈夫みたいな感じか。あれ？どうなってんだ、これ。で、固定して、坊ちゃんがこっち見たら、話すみたいな感じかな。で、お父さんはどっか行く。すると、坊ちゃんは一人で焦げてるみたいな感じか。だから固定するまでは話さない。坊ちゃんが後ろ向いて、前向いた瞬間に話す。これでクリアできました。難しかったですね、これ。面白かったです。はい。まあ、こんな感じに10日目まで遊んでみました。まだまだ11日目以降もね、ございます。なんか興味のある人はダウンロード、インストールして遊んでみてください。なんか需要があったら私もこの30日目まで遊んでみようと思います。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。